第72回法人税法税理試験徹底解説会の方を開始していきます。レック専任講師の小池と申します。よろしくお願いいたします。まず、第1問第2問、ボーダーという形で、第1問は22点第2問は32点で、合格確率として第1問27点第2問37点という形で、ボーダーの方を振らせていただいて、54点であればボーダーを超えているだろう、64点いけば合格確実ラインだろうという形の方で、配点の方は、振らせていただいています。で、まあ、この点数を取っていただければっていうあくまでも目安ではあるの で今回はですね、そのボーダー云々合格確率云々よりもう一つ突っ込んで本試験で何を求めているのかで、そこに言及できていればより大きなアピールになっているということをぜひお話の方していきたいと思っています。で、講義の方では再三お伝えしている話なんですけど、読み取る力ですよね。問題を読み取る力で、読み取った上でその上で相手が求めていることをちゃんと感じ取って答えていく、このステップですね、ちゃんと読み取りますよ。で、その上で読み取った上であなたが求めていることをちゃんとアウトプットしましたよということをできていれば、これはかなり有利な答案になるのが確実に見えてます。読み取りますよ、でその上で書き取りますよ。で、他校の回答も一応見てみましたとなったら、正直それをやってる回答はないです。ある意味設問に答えてないんですよ。設問に答えていくことがどれだけ大切なことなのか、要はある意味誰が作ってるのか、国税庁、その上の財務省ですよ、官僚ですよ。で、官僚が一番求めているってことは何か、指示があります。その指示にしっかり答えられるか、これが税理士の資質にもなってるわけなんですよ。で、その部分にちゃんと言及できている答案になっていれば、ボーダーとかそんなことよりも一段高い回答になるはずです。あと、ここ最近の本試験で国税庁が公開している、公表している内容として何があるのかっていうと、理解なんですよ。出題のポイントで理解を求めた、理解を求めた、理解を求めた、国税庁の出題ポイントで何度も何度も、しかも何年も何年も言い続けていることです。法規集を暗記しているかっていうことではなくて、理解を求めたって話なんですね。受取配当金ですね、受取配当金の益金不参入制度っていうのがある。これは法人間配当の二重課税を排除するためのものなんだ。だったら非支配目的株式等が 20% しか控除できないって言ったら、二重課税じゃの排除にはなってないわけなんですよね。まず受取配当金の益金不参入ってなぜこの制度があるので、実際できたての頃はそんな 20% っていう話ではなかった。で、実際どんなある程度控除不再利子っていうものを全部こう引かされて、要は株なんてお金を借りて買うなんてことはないですよ。お金を借りて買うってことはないけど、配当がありました、会社に借金があったら、その借金のうち、ある程度資産のうちに配当に、有価証券に対応する分は控除不再利子という形で引く、これは受取配当金の益金不参入制度をやる上で控除不再利子という概念を使うことによって益金不参入額を下げていくという手法があったわけです。だけどこれはもう非支配目的株式等には使えない。で、非支配目的株式等はもう 20% に金額をガクッ
落とすことによって控除不再利子とかはもう使わないという形に、変遷を踏まえてなってきました。でもう要は配当をもらうという目的で株を持っているわけではなくて運用しているよという目的を踏まえて株を持っているということを踏まえて法人間配当の二重課税という意味だったら 20% をかけること自体がナンセンスだけど、まあ、一応非支配目的株式ってどういうものですか、これがまず、まあ、トップバッター、まあ、異議は本試験でもやっぱ十分に書かせることがあるんで異議と適用要件は法規制を抑えてくださいとお願いしているところではあるところであるんですけれども、まあ、不参入割合は 20% ですよということがあるのと、もう一つ公開買い付けの話をちょっとイメージしてほしいことを言いますね。公開買い付けです。公開買い付けの話をしていきます。お金を出して、まあ、1億とか出して、公開買い付けの株を買いました。市場から買ってきた。でそれを1億円で公開買い付けをしている会社に売りました。解決が始まるな、じゃあ市場から1億円集めちゃえ。でそれを1億円で買ってもらおうとやった時に節税ができるということを考えた人がいる。なぜ節税ができるかって言ったら公開買い付けしている会社が利益剰余金というものがあったらですよ。利益剰余金というものがあったならば、まあ、1億円で株を買いました、1億円で売りました。でもその会社が極端な話、まあ、1000億の資本金で1000億の利益剰余金があるとなったら税務上はどういう仕分けが生まれてしまうかって言ったら借り方、まあ買う時には投資有価証券1億円貸し方現金1億円買いました。で売る時は現金1億入ってきて投資有価証券1億がなくなるだけじゃなくて借り方有価証券譲渡損貸し方みなし配当という仕分けが生成されます。1億円の有価証券譲渡損1億円のみなし配当というものが起きる、まあ、ここは譲渡損とみなし配当というふうに捉えれば PL インパクトはないんですけれども譲渡損が計上できるプラス税務上はみなし配当については益金不参入の適用ができるとなったら節税だということに気づいた方がいる。でそもそも論なんですけれども今回資本の払い戻しですよね。資本の払い戻しをして会計上はその他資本剰余金を削るだけですよ。だけど税法はその他資本剰余金だけじゃなくてプロラタ計算といってその会社の資本と利益剰余金のバランスを見て事実上配当の部分があるよね、だったらせめて1対1に分けようね、資本の払い戻しとして見るのは1半分利益剰余金の配当部分は配当と見るんだ。配当と見ると何かあったら源泉徴収が取れるわけですよ。源泉徴収 20% 取れるわけですよ普通の配当だったら、それが取れるってことは税の徴収ができるってことは資本の払い戻しという形の中を通して税法はいやそれは会計上は資本の払い戻しかもしれないけど私は譲れない、そこは利益剰余金の分配と見る、これが見なし配当と、配当じゃないけど税法は配当と見なす、それで源泉徴収を取る、で払い戻しじゃない、その分もらった側については、受け取り配当金として認識させると、個人法人だったら受け取り配当金の益金不参入がありますけど、ものによっては 20% かけられて全額益金不参入になるわけじゃない、個人だったら配当控除はあるけど総合課税で配当という形で認識していく必要が出てくるっていう部分もあるわけですよ。だから配当と見れば税金が取れるわけですよ。で作ったみなし配当で、まあ、実質的にはみなし配当ってあった当たり前の税法の立場から見れば資本の払い戻しで全部やられても困っちゃうんだけど、でもう一つ会計上資本の払い戻し系だけどって言った時に会計が税に歩み寄るこの気持ちに一切ない、税も会計に歩み寄る気はないとなった時にやっぱみなし配当っていうものが出来上がりました。でみなし配当が出来上がってそれで節税を考えちゃった人がいたわけですよ。それが公開買い付けで、それは潰しました。公開買い付けという理由でやったならばそれは潰しますよと。でできてからすぐに受け取る配当金の基金不参入ができてもうそれ潰したのってもうまだ
7、8年しか経ってませんから、もう40年50年経ってやっとそこにメスを入れることができた。で今度は国内韓流に向けて、国内韓流を向けて外国化して企業参入っていう制度が出来上がりました。これ実は画期的な制度なんです。今までは外国の子会社が配当したって言ったならば、外国子会社の取得金額とか税額を見て、取得金額って例えばアメリカとかフランスの取得金額を見て、アメリカとフランスの法人税住民税事業税を見て、その上で外国子会社が配当したならば、所得に対して配当した分については外国税額控除をやっていいよという算式があったんですけど、外国税額控除やっていいよって言われたとしたって、アメリカの所得金額、アメリカの税額、フランスの所得金額、フランスの税額を見て計算簡単にできますか？できない。なのでまあほぼやらなかった。だけど外国会社企業参入っていうのは、じゃあ配当したらまあいいや 95% で企業参入するという手法を作ったとなったら、出来立ての時もう本当海外から還流したわけですよ。還流したっていうのはもう子会社が一斉の背で配当 した、もうできなかったものを配当した、それで国内に還流した画期的な制度だったんです。だけどこれを利用した租税回避すら生まれてきたわけですよ。どういう租税回避かって言ったら、まあ、子会社のもう株式の帳簿価格がありますよ。で、まあ、帳簿価格ありますよ。で当然大量に配当したら下がるわけですよ。価値が下がるけど、別に配当したってこと自体で帳簿価格を下げるっていう会計手法は今のところはないんで。だけど配当、例えば1億お金があった会社が5000万使ったら、その価値って下がってますよね。でその株を売ったら譲渡損出ますよね。そこを利用した租税回避を考えて実際実行した会社があるわけですよ。まあ、ソフトバンクとかなんですけど、違法行為ではないけど、ギリギリセーフかもしれませんけれども、やっぱり税法の欠点ってわけじゃないですけど、みなし配当って語弊に会計と税が歩みられない国で、やっぱり税の考えを貫いたとこだから、人間が考えたもんだから、やっぱ欠点がある。それを利用して公開買い付けがあった。今度は外国会社基金不参入制度っていうものがあって、それを利用して帳簿価格があるよ。で実際それを売ったら譲渡損が出るよ。配当もらった直後にやれば譲渡損は出るよ。なぜかって言ったら、配当もらってるからと。配当大量にしちゃってしまったら、その分本当帳簿価格、実際の会社、子会社下がるわけですから。それで 95% に基金不参入もやって、譲渡損も認めたらっていう形なので、今回そこに関しての問題が出ました。で要はもともと譲渡原価ここまであるんだけれども、租税回避っていうものを想定してそれが行われてるんだったら、その原価からもう配当の基金不参入額を引いた上で、それを原価とすることによることによって譲渡損失が出にくい体制を整えるということを、もうやっていく必要があるわけなんですね。で、まあその国際的な租税回避、まあ、すいません、まあ、租税回避受け取る配当金の基金参入、そういうものが作られた、その中のやっぱり人間が作ったものなので、そこに対して租税回避っていうものをやっぱり対応していかなきゃいけないっていう形で、やっぱりそこの度合いも聞かれました。でその部分については他校もやってなかったし、恥ずかしながらレックもそこはやってなかった。なのでそこについてはもう普通にやってもらうしかないかなと思うし、でやっぱ反省しなきゃいけないなと思うわけですよ。学校によってはもうそこに触れずに回答作って、もうそこに触れずに、まあ、回答だけには入れて、やっぱ触れずにっていう形じゃなくて、やっぱり向こうとしては基礎論点しか出さない、要は受け取る配当金の基金不参入制度がある、でその上で
ミナサイトっていうものを作った、でミナサイトを作った上でやはりそこについて租税回避利用される余地があった、で今度は外国子会社の基金不参入制度というものを作った、で還流ができた、だけどそこをつついて、租税回避に利用されてるってことが実際起きていた、でそれに対応するためのものを用意した、でその上でっていう形なんですね。でもうやっぱりすごく反省することは、講義の中でも自分の反省です、講義の中でもやっぱりトピックと思われるものはやっぱり皆さんにどんどんお伝えしていく必要もあるし、皆さんも、そのことを刺激を受けていれば、例えば新聞とかそういうものを見て、感じ取っておいていただければ、あと本質っていうものを理解していれば、対応できる部分はあるのかもしれませんけれども、でもその可能性を持った上で、あここはいらない、できなくていいっていう話の問題ではないわけなんですよ。そこをやっぱしっかりと踏まえた上で、わずかでいいんで何かに気づいたことを指摘できてれば、でここはさすがに今の、原価のところについて配当下がった部分、いや配当を受けた益金参入額の部分についての調整っていうものについての言及は無理だけど、確かに分かってほしい、実際は譲渡損いっぱい出るわねと、でもその譲渡損っていうものを、大量に認識させるっていうこと自体について、一つストッパーが入っている部分があるんだという認識でいていただきたいなと思います。で、第1問なんですけれども、まず問いなんですけど、23条の益金不参入制度について、まず非支払い目的地の意義と、あと益金不参入割合に答えなさいと、あと適用除外要件って短期所有株式等っていうのがあるんですけれども、要は基本的に株っていうのは基準日に向けてだん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 値段が上がっていく、で基準日を過ぎたら値段が落ちるって形なので、もう基準日に来て値段が上がるものを買ってるよ、で値段が下がった後に売れば譲渡損が出るよね、確かに有価証券譲渡損が出るかもしれないけど、受け取る配当金益金不参入をもらって相殺できるよねと、益金不参入の配当をもらった分下がるわけですから、だけど配当には益金不参入制度があると好ましくないという形の租税回避を潰すものが短期所有にかかるもの、もう一つの自己株取得っていうのは公開買い付けの話を先ほどしました、それに対して租税回避に利用するものは潰しましたよ、で丸一自体はどういう意図があったのって言った時に、二重課税排除じゃないじゃん 20% なのか、でそこを感じ取っていただければいいと、あと関連法人株式等っていうものは控除不再利子、今ここには残ってます、控除不再利子を引いてやらなきゃいけない、だから控除不再利子の計算の必要があるよ、でこれ今回連結納税とか通算税制については触れる必要がないって言ってますけど、もう実際は連結納税であったら全法人で関連法人株式を持っているんであるならば、それについての計算をしていかなきゃいけない、あと通算法人で今後なっていくときにも、要はその借入金、要はグループ内の借入金とかについての考慮とかもこうしていかなきゃいけないっていうこともこうあるんですけど、そこは触れる必要がないとっていう形で、関連法人株式等については控除不再利子というものを見るよ、要は控除不再利子って何って言ったら、受け取る配当金で基金さんに自体の金額を下げていく手法だっていうことプラス、やっぱりこれ基準日から無月持ってて関連法人株式等に該当するわけです、買収したてで関連法人株式にも関税法人株式にもならない、ここについてももし言及していれば加点になる気は加点になると思うんですね。ここは、当社の回答にも入れてませんけれども、実務的に考慮しなきゃいけない何かって、買ってすぐに関連法人株式等にならないってことですね。でここは注意しなきゃいけない点でもあるので、ここに言及できていれば、割と大きいかなと思う部分です。で括弧1は丸1丸2丸3項を踏まえて、
まあ理論集をこう書いていただくっていう形のものでも構いませんけれども、意義についてはこう書いていただくものと、あとはちゃんと口頭で答えていただければ構わないよという意識を持ってください。じゃあカッコ2を見ていきます。内国法人 P 社が次の事実関係に基づき金銭の交付を受ける場合の登記の課税上の取扱いにかかる次の〇1〇2の問いに答えなさい。なお事実関係に記載された内容以外の事項は考慮せず、処理方法が複数ある場合には納税者が最も有利となる方法を選択しなさい。で〇1、登記においてみなし配当にかかる益金不算入額として算出される金額及びその計算過程、これは益金不算入金額ですよ。で計算過程だ、もう第一問か理論とかっていう発想じゃなく、もう第一問、あくまでも第一問ですね。並びに次です、事実関係を踏まえてその金額が算出される法的な理由について答えなさいと。理由について答えなさい。なぜみなし配当というものが出てくるんだ、その法的な理由について説明しなさいと。益金不算、ここを見ていただいて、例えば理論書をドバって書いたら答えになるかって話、あのこれにかける根拠規定を書きなさいという形であったならば、それで構わないと思います。算出する金額が計算過程に並びに事実関係別、その金額がみなし配当が算出される法的な理由について答えなさいとっていう部分で、ここをしっかりと答えてくれたかどうかですよ。資本の払い戻し、まあ実質的に配当となる部分を資本の払い戻しとする租税回避に対応するため、シンプルに今これなんですよ。だからみなし配当を算出してるわけですよ。実質的な配当な部分だよ。それを資本払い戻しにされることによる租税回避に対応しなきゃいけないんだ。立法趣旨なのかもしれない。だけどそれが法的な理由なわけですよ。算出される法的な理由、租税回避に対応していく必要があるんだよと。もう配当やめた、資本の払い戻しにするって言ったら租税回避になっちゃうわけですよ。まあ上場企業だったらやらないとは思いますけど、でもある程度資本金が持ってて、配当だったら源泉取られるし、まあ、配当所得に、個人でも配当所得になるしっていうことを踏まえたならば、その租税回避にやっぱりロックをかけていく必要があるんだってことをしっかり分かって回答が作られているどうかかどうかです。でレックの回答にはこの2行入れてます。でもこれはもし書いていただければ大ヒットになると思っています。なぜかって言ったら、相手が求めていることにちゃんとコミュニケーションに対応を取ったからですよ。じゃあなぜこういうものがあった、理解っていうもので、その理解をしたもので、その相手が求めているの、今回は理由なわけですよ。で次、登記において有価証券の譲渡損益の額として算出される金額及び精算立て、事実関係を踏まえて譲渡損益の額として算出される金額並びに法的な理由について説明しなさいと。で、今回の、まあ、問題として、回答の方にも一部入れてるんですけれども、読んでいきますね。なお法人の株主である内国法人が資本の払い戻しで金銭の交付を受けた場合の譲渡原価の額は、まあ、払い戻して計算した金額とする、まあ、これは普通の部分ですけど、次ですね、実質的に配当として金額を譲渡対価から除き、配当とした部分は譲渡対価の額から除きますよ。また子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避に対応するため、超過額から益金不算入額を控除した金額に、僕は事前割合を上手計算して譲渡原価の額を譲渡損益の額の、譲渡原価の額とする。要は、譲渡原価の額自体も下げたわけですよ。配当の益金不算入分を下げて払い戻し割合をかけて計算する。でその上で出てくる譲渡損はしょうがないけど、そうじゃない譲渡損までは認めないって話ですね。まあ、譲渡対価から配当は除きますよ。
まあ、実際の配当とした部分は譲渡対価じゃないよと、それは除きます。原価の部分ももうもともとこの金額があった時に基金負担人を引いたもの、それまで下げて、要は、もし万が一譲渡損が出るなら、もしくは売却益が出るならば、その金額を膨らませるし、譲渡損が出るならその金額を減らすという手法を使うんだ。要はなぜこういうことをやるか、まあ、譲渡対価の額から除く理由はだって配当と税法は認識してるからもう対価じゃないんだよ、市場の肌もしくは利益上限の利益積み立て金額の戻しなんだよ。で譲渡原価もあるけど、今回ここは言及は難しかったっていうか、もう限られた時間でそこまでの解明は、カリキュラム的には厳しかった。なのでもうある意味スルーだってしょうがない。だけどやっぱ今後踏まえて、やはり税に関しての興味、あと大きなもの、それについてはやっぱ意識していく必要があるなと、まあ、31年の税制改正の国際的租税回避、要はもうこれを利用したやっぱ第一件があったわけですね。何兆円っていう所得をゼロに落とした事例があった時にこの手法を使ったわけなんで、まあ税としては本当大トピック、それをやっぱこの問題の中で試してきた。なので、あ、自分としては出されてしまったっていう悔しさもこうあるところは事実なんですけどね。で今こうお話をこうしていきましたけれども、第一問統一についてやはりこう理解ですね、受け取る配当金利益金参入制度そのものの理解、あとみなしサイトを踏まえたもの、外国会社株式合格の益金負担入制度、その上で租税回避というものをが生まれてしまった、要は、やっぱ会計と税が乖離しているがゆえにそこに着目してそこに、租税回避の余地を作ってしまった。で租税回避の余地を作ってしまった上でその対応というものをやっぱりある程度していく必要がある。要は受け取られた時に基金参入、租税回避を深めた改正が行われた、租税回避っていうものにちゃんと税法が対応していく、それの理解、それが分かった上で、分かっていれば、あれこれ例えば関連法人株式ですぐに使っちゃいけないんだったよね、あこれ子会社株式普通こんだけ配当したら、原価下がるよねと、で原価下がってまた譲渡損までできて基金負担にも大量にできてしまったなら、これやっぱあの国際的租税回避につながっていくよねっていうことを踏まえた上で出題されたものという意識で見ていただければなと思います、っていうものが込められてるわけですね。でそこを踏まえた上で皆さんが何らかな、アピールができたことがあれば大きな加点にしていただければなと思います。で次問い2の方を見ていきますね。問い2なんですけれども、解散が起きたならば、解散が起きました、したらちょっと1年前戻って欠損金の繰り戻し還付の請求ができます。で、まあ、これ6月30日が令和3年6月30日が解散の日なんで、それから1年以内にやるとってことは、6月30日から1年以内っていうと令和4年の6月29日この日から1年以内っていう表現なんで、ちょっと1日早めなきゃいけないところがあったのがまず第一問で、もしくは、令和2年の2月1日から令和4年1月31日っていう、これだんだん苦しくなってきたっていう形で、コロナを使ったコロナ税制というものを使ったっていうんであるならば、もう令和3年3月31日の申告期限5月31日これまでに出せばっていう答えも、それを言及をこう加えていればあり得ると思いますので、で、繰り戻し還付のものがあって、で生産第1期と第2期っていう形の、まあ、生産の、第1期っていうものと、生産決量のとこまでのものと問い2になるんですかね。第2問の問い2なんですけれども、生産中の事業、生産中の事業年にかかる丸1丸2答えなさい、なお公社は定時総会の開催時期にかかる定款算命に基づく確定申告手続きを1月間の延長書に受けており、再開するのやめる理由に確定申告手続きに考慮する必要はない、また条件以外の事業年度はないと、また途切れないと。でまず第1期第2期の期間を答えなさい、上記の期間によって後者が中間申告書を目的で提出しなければならない場合には、その提出期限を答え、これは提出しなくても良い場合にはその旨およびその理由を答えなさいって書いてあるわけですよ。中間申告書を、提出しなくて
いいって言うんであるならば、その理由を書きなさいと。まあ、清算中第1期第2期中間申告の提出の義務はないわけですよ。なぜかって言ったらもう解散から清算決了までを一つの期間として捉えた中で人為的に区切って、それ自体がもう確定でこう区切ってるもの自体がもう中間申告みたいなもんなんですね。で最後、の、事業年度なんですけれども、それをこう区切ることに中間がない、まあ、もう清算決議をしたら財務財産確定した、清算人が財務財産確定したっていう段階で、まあ、最後の事業年度がこう来るわけですけど、そこまで踏まえて中間申告書の提出がないのはもう一つずつその確定申告書にあたる清算部分が与納にあたる、あ、与納申告にの位置づけなんだという位置づけでいてください。まあ、実は全部与納です。で最後の最後の清算確定、これ自体が本当の確定申告書になるわけですけどね、あとの普通のやつが全部、確定ってついてますけど与納のもう中間の位置づけなんだということをしっかり言及してくださいって書いてあるわけですよ。でやっぱすいません、そこもほぼ言及された回答を見ることはできませんでした。相手の指示なんですよ。何か言われてその理由答えてくださいと言った時に理論書に載ってないから書かないっていうのは自分勝手な考え方なわけですよ。それをやめていただいて、相手が求めていることをちゃんと答えていけばもうこの部分だけで、あ、この人ちゃんと指示に従うんだ、あ、ちゃんとルールを守るんだっていうことのアピールに間違いなくなるという話ですね。あと清算による財産の分配はなく未処理欠損金の残が残ることになった、後者は内国公社大津社の全額出資より平成31年4月に設立され、その後株式等は大津社に保有されていると。でこの場合の財務財産の確定費用を属する事業において大津社における未処理欠損金額、後者株式の上昇に関わる税務上の手続き、その法的な理由を付して答えなさいと。でまあこう考えて設立からまた何年か経ってないっていうことも踏まえて、まあ、繰り戻し還付って話もあることもそう、ないことはないんですけど、まあ、そこは置いといてまた出てるわけですよ。未処理欠損金額及び公社株式の譲渡損益の額に関する課税上の取り扱いについて法的な理由を付して答えなさいと。法的な理由を付して、なぜ未処理欠損金額、大津社における公社の未処理欠損金額、要はあと譲渡損益に公社の大津社における公社の未処理欠損金額、この法的な理由を付して答えなさいってなって、まあはっきり言います、もうここに答えてるか否かってことが多い。だから説問に答えよう、説問に答えよう、説問に答えよう、説問に答えられれば、それに答えようとする意思があれば、コミュニケーションを取ろうとする意思があれば、相手が求めていることをちゃんと読解してそれに答えようとする意思を持っていれば、また大ヒットが生まれていると思っています。で、親会社なんですけど子会社の欠損金引き継げると、これなぜか、合併によって解散で取得するも解散によってそれを取得するも同じことなんだ、だから欠損金の引き継ぎを認めるんだ。で欠損金の引き継ぎを認めて以上上で譲渡損まで認識してしまうとなってしまったらダメなんで、欠損金を引き継ぐことを認めている以上やっぱ譲渡損については PL 外インパクトを与えない、税法上の取得計算に影響を与えないように資本金等の額で調整するんだっていうことを踏まえて欠損金の引き継ぎができます。でまあ、引き継ぎ制限とかこうあるの今回かかる必要ないですけど、あと資本金等の額にする理由、要は譲渡損が出てる部分については、それについて認識することができませんということを法的な理由をちゃんと答えたかどうか。だってもう欠損金を取り込むんだ、だったら欠損金取り込むことをやってるんで、結果有価証券の譲渡損、子会社株式譲渡損は消滅損は認めないんだ、それについて言及したかということです。回答の方には入れてます。
もう負けてないと思ってます。理論集の当てはめ大会、理論暗記大会ではないんですね。理解の上でやっぱりそこを気づくかどうかですよね。なぜ未処理欠損金がそういうことをの欠損金の引き継ぎがあるんだ、まあ、かたやシンプルに言っちゃえば合併と変わんないじゃん、合併による解散もで、それ財務財産もらうっていうこともそのままじゃあダイレクトに財務財産ももらうということも変わらないよね。合併によって、合併は実際資産負債なんですけど、あの解散だったら、まあ、実際は資産しか残ってない状態になりますけど、この受け入れることって変わらないよね。だったら欠損金もう取り込むの認めるよ。で、取り込んだ以上はそこでまた有価子貸し株式証明するまではね。で、やっぱ税法さすがだと思う。欠損金は10年で切り捨てられる。だから消滅損を取り込む方が本当は得だったかもしれない。だけど欠損金取り込む以上ダメだということをやはり理解していただければなという意識でいていただきたいなと思いますね。で、次、第2問の方なんですけれども、資料1から6に基づき当社の登記における別表4取得金額の計算に関する明細書に記載すべき区分及び金額のそれぞれに関する事項の計算過程の欄に計算過程を示した上で記載し、別表1各事件取得にかかる申告書内国法人の分に記載すべき金額を計算過程の欄に計算過程を示した上で記載しなさい。また税務調整または記載すべき事項がない場合にはその旨を該当する計算過程の欄に記載しなさい。で、なお確定申告書定の書類添付は適正に行われるものとし、資料に記載された内容以外の事項については考慮せず、処理方法が複数ある場合には納税者が最も有利となる方法を選択しなさいと。で、所得が莫大にあるわけじゃなくて、非中小法人になるわけではないよという意味がこう書かれてますけど、やっぱり法律からっていう意識も持っていただければなと思います。で、まず括弧1、資料1の括弧1なんですけれども、当期利益の額、これは、今実務的に考えれば税引き前なのか税引き後なのか、特に税引き前当期純利益、当期純利益というふうに記載されてない当期利益という言い方をしてきました。で、今もう税効果会計とかこういろいろあった中で、税引き前のを見るのか税引き後を見るのかって、やっぱり税金計算上、実際は税金計算上は税引き前に戻るわけですよ。だから大手とかなんか中間とか全部仮払いでこう処理をしていく、税引き前をベースに税効果、税金計算をしていくっていうことがあるわけですよ。で、皆さんは税引き後をこう入れていくけど、基本的に税引き前に戻ってるわけですよ。中間の法人税、住民税を足して、中間の事業税足さないのはなぜかって言ったら事業税損益算入できるから。で、その上で税引き前に戻ってるわけですよね。で、今回は中間申告の法人税を2倍した金額、これを 0.3 で割っていれば大体前期の利益が分かりますよと。で、今回はそれをではなく中間の法人税と確定の見積額を今度は9分の12倍、その金額を出して計算して結果的にそれを9分の12倍すると、やっぱり前期より利益は本来出てるはずだな。でも今回は短い分、しかも役員の給与でやっぱ業績が上がってるってことを踏まえたんで、だから税引き後だっていうことを本当は見ていく必要がある問題が今後のために不正規だと思ってぜひ理解しておいてください。もう普通にこれが税引き後というふうに思うんじゃなくて、当期利益ってなってきたら税引き後なのか税引き前なのか、この疑う姿勢を持ってほしいと思います。あとは5の2をどう作るかということと、加算税は載ってなかったですけれども、修正申告を自らした、自らの意思で、修正を2をして、で税額を払った。で、その上での調整もありますし、前期損益修正については、会計はこの部分は前期の申告書を直して加算してますので、今回は任用減算ができるという意識でいてください。で、資料2なんですけれども、普通預金については換算します。定期預金も1年以内のものになるので換算します。前途金は換算しませんと。買掛金については為替約差額でやっていきましょうと。で、ここで届け出を行わないと。為替約差額の一括計上の方法の選定については届け出を行わない。届け出を行わないってどういう意味なのかと。届け出を行ったら本当は丸つけるだけです。一括計上で丸をつけたならば、
例えば今回だったら仕入れ買いかけ金ってやって1年以内に来るもんだったらそれでいいよと。だけど今回は届け出を出してないんで1年以内のものであってもちゃんと予約差額開封していく必要があるんで、借り方仕入れ、それから2万円為替差損益で、まあ、買いかけ金ってこの為替差損益を期間分布していく必要があるんだと。1年以内のものだったら全部仕入れ1本でやっていただいて構わなかったって話ですね。で続いて利息についてなんですけど、あ、これも怖いなと思いました。まあどこも言及してないんですけど、これ利息です。利息について公立負担は 10% になります。利息についての減税は 10% までしか面倒見ない、35% とか見ないんで、本当はその知識も問われてはいるので、利息について受け取り利息について源泉は本当 10% までしか面倒を見ないんだ、まあ、そこを踏まえてみていただければなというふうに思います。で、まあレートの問題とかこうありますけれども、まあ、予約をした時の時期時期差額はを出していく上でも使う部分はありますしね。で次役員の話についてこう見ていきたいと思います。で、まあ、当然使用人兼務役員の使用人制限を受ける方が出てきてしまいました。 J さんですね。使用人兼務役員の使用人制限を受ける方が出てきてしまいました。でこの人の使用人給与自体は枠組みを取ってない、注意書きの一番で枠組みも取ってないんだけど、この使用人21万円につい月々の21万円についてはこれは形式基準は会社法上の役員のみを、対象にした規定なんで、会社法税務上のみなし役員の分は計算しなくていいんで、まあ、今回この形式基準に引っかかることはないですけど、42万円については事前確定届を出す必要があったんだという意識は持っていただく必要があります。あと、まあ、不相当に高額なってわけじゃないですけど、まあ、業績が良くなったんで F について上げてしまった、金額5万円ずつ上げてしまった、他の人はこう全部上げてて自分は上がんないかもしれないから我慢した、でもやっぱり業績が上がったからこと自分も上げたいって言った時についてはこれはちょっとアウトですよねと。あと、まあ、G さんなんですけれども、まあ、10万円といった形で旅行代理店払ったけど商談にやってないんだったらただ旅行しただけじゃないのっていう部分になってしまって、まあ、給与になってしまう。あと当然ここに本当は源泉徴収の必要も出てくるとは思います。でそこも踏まえて源泉徴収してるしてないってニュアンスを消すためにあえてもしかしたら F さんの上がった分もこう入れてないところはあるのかもしれませんけれども、 H についてなんですけど、定期同額になるためには源泉徴収必要があるし、この人に給与と認識していく必要があるわけです。毎月給与と認識した上でちゃんと給与明細にも反映されていて源泉徴収が取られているんであるならば定期同額給与だって構わないって言い方なんですけど、実務的にそれをやるのは非常に困難だと思います。で、まあ、不相当に高額な部分、まあ、事実を隠蔽して仮装して経理して支給したものではないってことを言ってくれてんで、ある程度ここについて給与の認識をしているって考え方もあるとは思います。なので、まあ、意図としてカッコさんについては、まあ給与と、まあ、すみません自分としては源泉漏れてるよね、カッコ4も源泉漏れてるよねってなったならば、この定期同額っていう意識で持っていくことは厳しいかなと思ったんで、一応定期同額給与に持っていくって発想を安易に持ってってほしくないんで、まあ、意図としてはそっちの部分ないとは思えないんですけど、一応明確に言及して、源泉徴収されているっていう記述を読み取ることが難しいので、役員給与として調整をしていきますよと、まあ、どっちかって役員給与ってやる時の修正申告の手法に近いやり方で問題も問われている。じゃ修正申告ともしこれ考えたなら、あ、これ生命保険料払ってるよね、あ、じゃあ給与で加算するプラス後々所得税の精算も出てくる話になりますからね。で続いて、
役員給与については以上ですね。で、減価償却についてなんですけれども、事業年度が1年未満っていう形のものになります。で、まあ、納税者有利ってありますけれども、法人税だけで捉えるっていうこともやはり考えづらいところはあって、まあ、それは国税側も分かってると思いますね。少額は固定資産税がかかります。一括は固定資産税がかからないわけですよ。なのでやっぱ自分は割と一括にできるものだったら一括で、提案の方はするようにしてます。で、少額でこう入れてしまったら結構トラブルの元なんですよ。で、少額でやってしまって、まあ、固定資産税リストは出ないことはないですけれども、一度も BS に上がってないんで、全部もうその時に処理しちゃってる BS に上がってないんで、まあ、よく見ると固定資産台帳に残システムによっては残ってるんですけれども、処分したって時に処分する処理をしないってことが多いわけですよ。で、どう処理しないとどういうことが多いかって言ったら、もう固定資産税って永遠にゼロにはならないんで、ずっと固定資産税を払い続けることになるトラブルも出てるわけですね。少額でやる、固定資産税がかかる、ちゃんと管理する、お客さんに伝える、助客があった時は助客を教えてくれと、それを徹底してやらなきゃいけないわけですよ。一括はそういうリスクがないんですよ。もうちゃんと3分の1ずつやってなくなった、もうあろうがなかろうが税務署は3分の1ずつ償却すると決めてるわけですから、で、固定資産税もかかんないわけですから、そのうちの台帳にも飛ばないわけですよ。で、それは国税側も分かってんで、あえて一括をやらずにっていうよりかは、一括できるものはできれば一括をやるという方が筋だと思います。で、まず少額なんですけれども、全部できるわけじゃない。300万円の今回12分の9しなきゃいけない。でも、まあ、一応その12分の9でやった時に、パソコンは無理だけど一括のものだったら1台ぐらい入れられるっていう形の回答にはさせていただいてはいます。ただもうあくまでもここは300万の12分の9、それが限度だって気づいていることがアピールできたかどうか、あとはちゃんと償却率の改定をしているかどうか、その分の論点だという意識でいただきたいなと思います。で、続いて、資料5なんですけれども、暗号資産の問題が出ました。で、暗号資産についてまず、出だしですかね。まあ、意図、この利当者は暗号資産の現物取引を行っているが、その内容は次の通りである。これらの取引については、短期売買商品で行う取引にもっぱら従事者が短期売買目的で取得した先行ったものではなく、また当社が取得日において短期売買目的で取得したものの旨を帳簿書に記載していない。この意味分かりますかね。実際短期売買商品の中に暗号資産が含まれました。で、短期売買商品であったならば専門部隊を設けて、で、それを流動資産にちゃんと表示していれば、まあ、ある意味事業資産にして時価評価をすると、期末の時価評価をするわけですよ。短期売買商品としても、これは売買目的有価証券も同じなんです。売買目的有価証券もちゃんと専門部隊を用意して流動に表示して、初めて売買目的有価証券に区分できるわけですよ。暗号資産もそうやってないんだから期末評価しなくてもいいということがずっと実は問題になっていたんですね。で、ずっと問題になってたわけですよ。あ、だったらもうするかしない、明確じゃなかった。だから明確にするためのものが今回やっぱり一個加わったものが、読んでいくとしたら、すみません、注意書きの、括弧ですね、暗号資産 BTC および暗号資産 ETH、まあ、ビットコインとかそういう意味なんでしょうけど、政令118の8に規定する市場暗号資産に該当するまで、もう本当に、まあ、有名な、まあ、すみません、もういわゆるものであり、期末における公表価格は 1BTC あたり520万円、あと、まあ、1、すみません、 ETHあたりってこう書いてありますけれども、いくらであるって形なんですが、なんだ会計処理してないという形の、この括弧に、ここが
実は明確にした一つの理由なんです。暗号資産についてちゃんとした、市場暗号資産に該当するんであるならば時価評価をしてくださいと。これは短期売買商品とか売買目的以外証券とはちょっと一線を置いて、ちゃんと価格が公表されているものであったら期末に時価評価してくださいっていうのが明確化されたのが、やっぱ暗号資産の一つ大きなものになります。だから意識しないで、もしここが言及できたらすごいですよねと。暗号資産は短期売買商品と、あと場合も言い返したけどは違い、ここの部分の価格、しかもここについては価格公表が今回されているものに該当するので、期末時価評価を行うっていう判断を踏まえて時価評価できるかできないかで、やっぱ大あこの人やっぱ税に対して興味持ってるな、税について日頃から情報を得ようとする気持ちを持ってるな、まあ、これすいませんカリキュラムでやってるやってないってやってないですよ。あとは暗号資産なんですけど、最初購入しました、で物を買った、その時に物を買ったってことの別枠で元々の暗号資産の売却損益を上げてくださいと。あくまでもその時のレートがあります。でその時のレートでの分がなくなったわけですから、でそこのレートの分の所得金が、あの会計上にその処理を本来なら入れてくださいと。暗号資産の売却損益を入れてください。あと交換の時も入れてくださいと。交換の時もその、元々の買ったやつで、まあすみません、もともと追加をしたのは移動平均法になります。移動平均法でやった上で単価を出して、まあ、1ビットあたりを出して、で1ビットその金額のベースとの交換の時の譲渡損益をやっていく必要があるんだって話なんですね。で、まあ、回答はまとめて1本でバンってやっちゃって、まあ、期末のさ1本でやってますけど、一つずつの取引にちゃんと元を買いました、で買った時の、まあ、1BTC あたりの金額を出して、で 1BTC あたりの金額 の 0.05 を出した、その差額をちゃんと譲渡損益を上げてくださいね。でまた新たに取得したらそこで移動平均でしますね。で今度はまたそれを、交換の時もその譲渡損益を認識してくださいねっていうことを、短期間で応用するってことは難しかったかもしれませんけれども、まずビットコイン、すいません、もう暗号資産っていうものがここまで普及してきた中で、やっぱり目をつぶってるグロンじゃなくて、あもうこんなのはできなくていいではなくて、やっぱりつまり QA 集とかも取り扱いを作っています。で実際暗号資産として条文を設けてるわけじゃなくて、本当にもう普通の感覚の中で暗号資産ってものをこうしていきましょうねって QA 誌で、まだ法律を暗号資産って形で用意してるわけではない。ただ暗号資産は短期売買商品の中にこう入れた、プラス短期売買商品の中に入れていたならば期末評価しなくていいのってことを避けるために、公表されているものについてはちゃんと期末評価していきましょうってことを明確にするためのものが一個加わった。なのでやっぱこういう新しい論点で重要なところ、実務上よく出てくるところで、実務家だったら暗号資産目をつぶってるわけにはいかないんで、もう確定申告やって個人のことだって大量に持ってて売買をやってる中のものの中で、こんなのできなくていいって言ったら時代遅れになる話になってしまうんで、そこは、時代遅れにならないようにしていきたいなと思います。寄付金について、やっぱ言及していく必要があって、まあ、社会福祉法人については問題ないとしても、指定寄付金に、なるならないの判断として、この実際の注意書きの4番ですね、海外のものについてはちょっと指定寄付金にはならないんだ というものの論点と、宗教法人とか、まあ、学校系のものなんですけれども、役員給与になるかならないかってこともやっぱセットで見ていかなきゃいけない、まあ、実際神社とか学校とかは割と指定寄付金になるか、個人的には指定寄付金になるか給与になるかって意識が強い、こういうふうに、まあ、本当にその他になるかっていうこと自体ちょっと
微妙だなと思うんですけど、実際神社が指定になるっていうのは、要は清水とか寺とか、もう本当に東大寺とかそういうところに直すといったら指定が出ますからね、大務大臣の指定が出ますので、そこの改修費用となったら、指定寄付金になると思います。あと学校の募集に見てて、それで応募して出したって言った時に、なぜそこに出すのって言った時に、母校だのとか、そういう形があると思います。で、今回大学とかだったら研究のその成果が欲しいとかっていうのがあるのかもしれませんけど、高校の、体育施設になぜ出すのって言った時に疑問を持ってほしい。だからこそ30年間に来て外出もないって書いてあること、あと国会関連者については、国会関連者としての調整をしていただくという形のものになります。で、まあ、ある意味、裏テーマってわけじゃないですけれども、本試験でこう読解していく上で必要なことをあえてお話しさせていただきました。で、そこにどのぐらい研究できているか、これも一つの大きな目安にして、あ、そこ指摘できたって言ったものがあったならば、すみません、多少膨大よりか少なくたって、当然上の点になっているという部分を見てほしいし、膨大ギリギリだったな、でもそこの言及コメントかけてるっていうのがあったならば、大きなヒットになっているという意識で、ぜひ、認識していただければなと思います。本当にもう、どの税目も基本的にちゃんと読み取って、でそれを相手が求めていることを書いていく、この練習をまた日頃からやっぱりしっかり私生活含めて、仕事を含めてやり続けていくっていうことを大切にしていただきたいなと思います。解説はここまでさせていただきます。お疲れ様でした。